はい、どうも、アニモです。エコアンダリアのバックしていこうねー言うて偉そうに言うときながら、これだけしかなかったんですよ。なんか、もうちょっと薄い色のいっぱいあったわと思ったら、多分ね、確か麦わら帽子を編んで、で、もう多分海に一回行って行方不明になったっていう、多分あの帽子やと思うんですけど、なので、ちょっとこれだけでできる、で、持ち手はまた違う素材を使って持ち手をしないともう多分糸足りないので、この辺でちょっとね、やっていけたらなと思ってます。色は好きなやつ用意してください。一応これは、15番の色ですね。多分ちょっと使ってますね、これ。ちょっと使ってる。で、黒なんかも半分ぐらい使っちゃってます。色味番号が30番です。半分ぐらい。黒なんか使ったかなっていう記憶なんですけど、なんか知らん。これと、あとはこれ。もうすぐ何色かわからないんですよ。色番号わからない。帯がない。この色より濃い焦げ茶です。なので、みんなはね、好きな色を用意してください。はい。で、アニモはもうね、この色が一番可愛いから、上の方これがいいかなと思ってます。で、中にワンポイントで黒を入れて、ちょっとでもね、糸をケチっていこうと思ってますよ。そうせんと大きいバッグできない。で、これは底に使っていこうと思います。あとね、今日はまず底を編んでいきながら、いつもの円とは違う増し目のやり方をやっていきます。それから、エコアンダリアで質問何個かいただいてたんで、その分で質問に答えながらアニモが分かる感じとかでやっていけたらなと思ってます。はい、じゃあ、この色で編んでいきますね。ちょっとラベルのない、何色これ、焦げ茶色みたいなやつでいきたいと思います。それで、かぎ針は6号針の 3.5 ミリを使っていきます。わからない人はダンメリングを一つ用意しておいてください。で、それからですね、今日はね、これ、ちょっとややこしいかと思うんですけど、こうすることによって増し目ってこう分散されていくんですね。これちょっと手書きやから編み図がちょっと、機械で作り方知らんくってね、こんなんなってるんですけど、まあ1段目は細編み普通に6です。で、次は VVV で12。ここからなんですけど、アニモはいつも奇数で 1V とか言ってやっていくから、ここまで、普段のアニモの編み方と一緒にしてます。1V。ここあれやな。ちょっと一応 V のとこだけ濃くしてるんですけど。よいしょ。こう斜めにこう渦を巻いていく感じのやつにしてます。で、どうやって考えていくかって言ったら、まあ、ここまでは普通と一緒ですね。1V なんです。この3段目です。1V、1V、1V でくるんです。で、次の段からなんですけど、この V の上、この後もずっとそうです。どこの V の上も必ず V の上には一個一個細編みが入ります。V の上には一つ一つ細編み。で、前段で V やったとこ、前段で V やったとこで、上で細編みしたら、その後に V が来ます。どこを見てもらってもそうなんです。まあ、どの辺見よう？この辺でもええか？どこでもええねん。もう、どこでもええってな。この V の上を見たら、細編み。で、この V の上の細編みが終わったら V なんです。これの次の段見てもそう。V の上は細編み。その次に V が入るって感じ。そうしていくことによって、こう、渦を巻いたみたいにね。これやったらここからこう、渦巻いてるみたいな感じに、こうなってますね。こうやってやっていくには、一番分散して綺麗にはなっていくんですけど、ただまあ、前段が V やったかどうかさえ見れれば、これで十分やっていけます。無理な人はもうこの表を見ながらやっていっても、もう全然そのままでいけます。まずね、ここまでは普通1。1っていうのは、1を6回編んで6目です。それで次の段は V を6回編んで12目。ここまでは普通で、ここからずっとね、1V、2V、3V、4V ってずっと増やしていくんですけど、まあ、これ入る限りで 14V のとこ、16段目のね、14V のとこまで来てます。で、まず 1V のとこは普通に 1V しましたね。その次です。その次の 2V をしていくところは、まず最初に V を編んでください。V を編んでから 2V、2V、2V が来たら、最後、2V が終わって2。11編んで24目になるようになってます。で、次3段目やったら、2V をしてから、あと3V 来て1が来る。で、4V の時はもうあと普通に戻ります。4V。この後10V の時も10V って戻るんやけど、これね、
計算方式ちょっと分かれば2シロハとで等の時にここが一緒やからまた V から始まって2シロハってずっと切ってってしていくんですけど、計算方法めんどくさかったらもうこの表を見てやってくださいね。でまあいつも通りこの8、8を足せばこの間の7になる、6と2足せば8になるっていうやつなんですけど、まあ何も考えずにね、前段が、V やなっていうのをさえ見れたら、何も見なくても全然簡単にやっていけるんです。だからいつものやり方でもいいし、このやり方でもいいし、今日はこのやり方でやっていこうと思います。ただわからない人はいつものやり方でも全然大丈夫です。はい。でね、もう今回はあれ普通に頭2本を取る細編みをしていって、必要であれば後でまたセリアさんのねバッグ底板とかを使おうかなと思ってます。はい。そしたらですね、まずこれをね輪の作り目、指に2回くるくると巻くんですけど、これ兄もね1回編んできた糸なんです。で1回編んできてほどいて、ほどくとくねくねで弱くなるので、ほどいたやつは1回めんどくさいけど全部こう開いてます。そうすることによってまだ強度が増すのと、うねうねが治ります。めんどくさくなかったらこうすればいいし、一番いいのはほどかないことです。エコアンダリアは編んでほどけばほどくだけ細く弱くなっちゃうので、一発編みが一番いいと思います。じゃあいつものようにね、指に2回くるくると糸を巻きつけたら、順番変わらないように指先まで持ってきます。はい。そしたらここに針を入れて、糸端、真ん中の普通の子、一番糸玉側の子、順番変わってなかったら針の上で右手の中指ででも糸を押さえときます。この間に手に糸をかけて、下半分ね、作った輪の下半分、糸端も含めて下半分を押さえます。はい。そしたら糸をかけて、この輪の中を出てくる。出てきた時、こんなところでじゃなくて、でっかい輪の外までクッと出してください。で、かけて、よいしょ、鎖編みです。それで、質問いただいてたのが、エコアンダリアで編んでいったら、なんか別の人の動画見て編んでるんですけど、穴が開くんです、みたいな、質問いただいてたんですけど、ちょっとアニモが編んだやつじゃないので、質問の返事を、どうしようかなと思って、一応まあ、針のサイズとか、手の糸の多分強さじゃないですかっていうのは送ったんですけど、手の、この引っ張り具合です。左手の引っ張り具合がガチガチやと糸が細くなって、糸が細い分隙間が見えたりもします。編み直して糸が細くなってもそうなんですよね。あとは、ちょっと細編み編みながら喋りますね。細編みわかりますかね？大きい輪の中に針を入れて、糸をかけて出してくる。この時ね、左手はもう添えてるだけ。なるがままに糸が伸びるがままに伸ばしてください。ぐっと押さえつけたりせずにね。で、細編み。かけて2本抜くのが細編み。これができて、一目目わからないよっていう人は、この今針についてるやつの下、この包んでる2本ですね。ここにリングをしといてください。よいしょ。こんな感じです。ね。そしたらまた細編みを繰り返します。針を大きい輪に入れて、糸をかけて出してくる。出してきたら、しっかり出してきたらかけて、2本の中を通してくる。これが細編みです。あと4回いきます。それで、あとはね、力加減と、まあ、ほどいたりとかしたら糸が痩せてるとかいうのもあるし、それから、そうですね、最後に、スチームアイロンをするとちょっと編み目が揃ったりはするんですけど、それがまあ、びっくりするぐらい綺麗になるか言うたら、そういうわけでもないんですけど、まあまあ、ちょっとふっくらしてくれる分、ちょっと揃って見えるぐらいなんですよ。そんなスチームアイロンって言ったって、ぐーって押し付けるわけじゃないからね。スチームの蒸気を当てるって感じです。浮かしといて、スチームの蒸気をじゅーっと当てると、この人らがほら、太ったり痩せたり、こう、ちょっとね、水分含んだり何かして、ほんで、冷めてきたら、ちょうどまあ、栄養になってるよっていうのがスチームなんで、まあ、気になるんやったら、このエコアンダリアに関してはスチームした方が、綺麗に仕上がると思います。他の、まあ、結構コットン糸とかね、ああいう系のやつ、まあ、どういう系のやつでも、スチームアイロンして、編み目揃えてあげたら綺麗にはなります。その辺でね、まあ、調節してもらったらと思います。とりあえず一目目にまた針を入れますね。で、リング外します。で、この、刺してこの状態のまま、糸を、引き締めていきます。短いこの糸端を引っ張ったら、どっちか一本が動きます。多分右が動くからね。右動いてるね。右の糸が吸い込まれていってますね。そしたら、この右側の上側です。
針先側のこの針先側の方の糸ですね、これを糸端側に向かって引っ張る。じゃあもう一本のこの子が引き締まります。でぐーっと引き締まったら糸端持ってぐーっと引っ張ります。はい、そしたら今からこの子ね、編みくるみながら行きます。こうやって今針刺した状態やったのに、この上にねこう糸端を持ってきときます。で手に糸かけて、今ね全部針にかかってるのやつの中を糸かけて全部の中を引き抜いて通過してきます。こうですね、通過してきました。で、まず最初の頭に今引き抜いたら針の上の糸を押さえて、押さえたまま針を右にぐーっと引きます。そしたらここがちっちゃくなるので、これは毎段やってください。はい。そしたら鎖編み一つで立ち上がります。よいしょちょちょちょ。糸かけて、これを抜くだけ。はい。そしたらこの根元のここですね。ちょっとこの白が来た方が見やすいね。この根元のこの一つ目の穴。ここに V を編みます。V は、細編みを2回編むってことです。まず針入れて、糸端は編みくるむので針の上に置いて、かけて出してくる、出してきてかけて抜く。で、分からなくなる人は一目編んだらそのたんびにね、鎖編み一つで立ち上がって、その次の細編みを編んだらその細編みの頭には常にね、リングしていってください。それでからもう一回同じところ、どこかなと思ったら糸玉側をずっと見てきたら、ここにね一本ぴょこっとこういきなりブーストップみたいなこいつがおるね。こいつが今さっき編んだ細編みの足なので、こいつが入ってるこの穴です。ここに針を入れます。で、ここに V ですね。だから V の E の時なんですけど、これちょっと次説明しますね。ここで細編みです。これで今一つ目の穴に二つ細編みが編めました。じゃあ次の目です。次の目。頭2本のところに入れます。ずっとね、頭2本のところを取っていってくださいね。で、かけて出してきて、まずこれね、一つ編んだら V。で、また同じところに入れて、またもう一つ編んだら、い。これをね、この V マークなんですよ。この V マーク。だから、V、V って言いながら編んでいきます。二段目なので、全部が V なんです。二段目は V、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 V なので、ね、次の目に入れて、かけて出してくる。かけて、細編み、1、1回目、V やね。で、もう一回、さっきから V、V の説明書のに、1とか言うしね。はい。なら、あと3目あるので、3目に V、V、V を編みます。あとはね、コットンラフィアも、編みたいんですって言われたんですけど、コットンラフィアはね、質問してくれた方が、2玉しか持ってないって言うてはったんで、コットンラフィアって、言うたら、コットンラフィアの糸自体、推奨が、帽子やったら1本取り、バッグやったら2本取りって書いてあるんですね。なので、2本取りでして2玉っていうことは、一玉分のメーター分しか編めないわけじゃないですか。なのでバッグとしてはちょっと、長さが足りないんじゃないかなと思います。だからその方がまあどうされるかなんですけど、一本取りで帽子に仕上げるか、二玉使って帽子に仕上げるか、まあ二玉二本取りでできるだけのまあポーチとかもあっていうか、糸買い足してバッグにするとかいうのですけど、バッグもどのね、編みたいもの、どんな形のやつでも、形とか色味が気に入って似たようなやつやねんっていうんやったら、それで編んでいけば、いいようになると思いますよ。針とか糸の太さでね、大きさは多少なりともこう前後すると思うんですけど、最初の頭に引き抜きますよ。その時ね、この子もまだ、編みくるんでいくから上に置いといて、引き抜いて。そうやね。だから、まあ好きなように好きなものを編んでもらったらいいと思うんですけど、糸にね、やっぱり似合う似合わないってあるの分かりますかね。例えば、小物入れ朝紐でしたら可愛いけど、なんて言うんかな。柔らかい糸でするとまた、小物入れにしたらパリッとしないしね。モヘアみたいなんでして毛まみれになっとったって小物入れられへんやんとか、まあそれはそれで可愛いかもしれないけど、そういうのとか、例えばまあこういう色味で星を作ったって、星とかやったらなんか黄色のイメージがあったりっていう感じなんでね、鎖編み一つで立ち上がります。喋りながらやりながらごめんなさいね。この次もわかると思います。3段目です。 1V1V のとこですね。ちょっと説明しながら編みながらなんでちょっと大丈夫ですかね。ここまず一つ目、一
一つ目の頭2本のとこに針を入れて、まずここに1つだけ細編みを編みます。はい、細編みを編んだら、よいしょ、一つ目に、わからない人はリングしておいてください。で、次の目に V を入れます。ね、好きなやつで編んでやっていけば、ちょっとね、サイズ調整の仕方がちょっとわからへんねっていう人はちょっと厳しいかもしれないけど、できそうな人やったらね、ほんと、あ、こんなバッグやけど、この糸で編んだら可愛いんちゃうかとか、ちょっと妄想してね、いいかなと思ったら、糸が、編んでるやつより細いなと思ったら、それこそ2本取りとか3本取りで同じように編んでもいいし、なんかね、結構ほんと編み物って無限にこう、いろんなことができると思うんですよ。編み方の、まあ、その、組み合わせやったり、色の組み合わせもそうやし、素材もそうやし、だからほんまに好きなように、だって何の決まりもないね、自分で作るものやから、気に入るようにしたらいいと思うんですよ。別にそれに合わせて毛糸じゃあ一緒に挟むわとかね、コットンラフィア一玉しかない、二玉しかないから、引き揃えて、引き揃えて太さ出して、でそれで二玉でなんとかバッグ編むわっていうのとかでもできるし、本当考え方によってはいろんなことしていけるからね、面白いと思います。ある糸でねやっていけたらいいなと思いますけど、まあ、こんな言いながらこんな感じですね。ほんで、まあ、穴が浮くって言っちゃった人は、ちょっと力が強いか、最終スチームアイロンでするか、もしほどいてるんやったらほどいて糸が痩せちゃってるか、針の号数の問題か、いろいろ問題ね、考えたら出てくるな。これ全部 1V できましたね。今こんな感じです。で、例えば肉眼で見るのとカメラで見るのも違うんですよね。これ今焦げ茶やから床がよく映りやすいけど、まあこうやって置いてると隙間って見えないでしょ。だから画像で隙間が見えてないだけで、アニメ今肉眼で見たらこれも隙間見えてますよ。こういう白いところとかにあると、ほら。で、手芸屋さんとかで、作品が置いてあったら、それ見てもらってもわかると思うんですけど、あります。全くないわけじゃない。毛糸とかやったらぷっくりしてるから、こういう隙間が見にくくなるけど、やっぱりこういう糸やから、多少なりともね、こう、必ずこう目は見えるので、そんなに気にしなくても、バッグになったらそれはそれで、もう、バッグとしか見えないからね。バッグにしか見えないから大丈夫。ね。はい、そしたら最初の頭に引き抜きます。よいしょ、引き抜いたら上持って引き締めて、はい、で鎖編み一つで立ち上がります。で、これアニモはもう好きなように、好きな大きさまでいこうかなと思ってるんですけど、とりあえずね、この子の半玉分ぐらいはそこで使ってもいいかなと思ってるんですよ。ほいで、なんちゅうのかな、あ、まあこういうバッグ、こういう筒の丸いバッグ、もうちょっと深さは深いけど、でそこは今この色と、そこともうちょっとこの辺までね、バスケット調に見せるためにそれぐらいまでこういう焦げ茶で切って、でその後もう一つのこっち側の赤茶色みたいな、こっちの色で側面編みつつ、ブラックをどっかでライン上に出していけたらなと思ってます。でそうなるかは知らんよ、もう途中でやっぱやめたとか言い出すからね、アニモの場合。その辺はちょっと考えてくださいね。はい、そしたら次です。4段目 2V の段ですね。まず V をしてから 2V です。なんで V から始まるかって言ったら、ここですね、前段 V で終わったので V の次の目って V なんですよ。で次この V の上は、前段の V の上は11で V11V ってなっていくんで、まず V を編んだらもうあとね、 2V を編んできたらいいだけなんです。ですか。はい、じゃあまず一つ目、ここですね、一目目のところに、よいしょ、ブーで、ブーの時にわからん人はリングしときましょう。もう次の段ぐらいからリングアニメしないでおこうかと思いますけど、わからない人大丈夫ですか。なんせ鎖一つで立ち上がって、次の一つ目の細編み押したら、その時にリングをずっとつけていってくださいね。 V をしたら次から 2V です。1、2で次の目で V です。 V1、ね、で次 2V です。これを端までずっと 2V で
来て1、今これで2で次で V 来るでしょ。そしたらあとぐるっと回ってきて、最後2なのでその辺までねぐるっと回ってきます。はい、じゃあぐるっとねこう 2V2V をぐるっと回ってきて今 2V が終わって残りあと2つあるところはこの前段でね1目に2目入れてる、わかりますか。この1目に2目入ってるんですね。この子の頭たちなので1、1、1回ずつね細編みを編むだけです。細編み、次の目にも細編み、はい。で最初の頭に針入れて引き抜いきますよ。引き抜いて引き抜いて上を押さえて右に行く。でこの段からもうちょっとアニモは、リングしていかないのでわからない人はねずっと常に一目目の時にリングしていってください。はい、そしたら鎖一つで立ち上がります。でよいしょ、次5段目ですね。5段目は 3V の段になります。 3V の段なんだけどここですね、5段目、これまずさっきは V から始まったのでこの上は1、1です。でこの V の上の1、1が来たらその次が V になるんですね。でそこから 3V が始まります。よいしょ、見てくださいよ。前段のところ、こいつでぼやけるな。前段のこの一目目に、よいしょ、この足とこの足、一つの穴にこの子とこの子が入ってます。だからこの上は1、1、普通に編みます。ここでまず1。わからない人はここでリングね。で、次の目も V の上やから、細編み。で、V の上の細編み、細編みしたら次の目に V が来るんです。ブ、同じ目に、い。で、ここからは 3V、3V、3V を回ってきます。で、最初 2V で来たので、残り1、3V なんでね、2しかないから、ここです。2V から来て最後 3V、3V、3V で来たら最後1です。この1と2を足したら3になるので、ずっと 3V に見えるっていうような感じなんです。ここからね、ずっと 3V です。一つの目に一つ、次の目に一つ編んで、これで2目目、次の目に一つ編んで、これで3目目。で、この次の目に V ですね。ブ、イ。はい。じゃあ、これでぐるーっとね、3V で回ってきます。はい、じゃあ、ずーっとね、これで 3V まで回ってきたので、あと最後残ってるところに一つだけ細編みを編みます。そしたらね、今ここに細編み編んだでしょ？ここにあるちっちゃいこの目、これは、ぐっと引き締めた引き抜き編みの目。次ここに一つね、こうあるのが立ち上がりの目。で、よいしょ、一目目の足がここにあって、足の右上、ここにおるこの2本が最初の頭になります。これね、リングつけ忘れた人はそんな感じで見てもらったらいいと思います。で、ここで引き抜いてぐーで、よいしょ。はい、そしたら次6段目ですね。よいしょ、6段目は 4V の段です。 4V の段はもうずっと 4V ですね。で 4V の段はずっと 4V で来たら次の段は V から始まるんですね。 V の次やから V から始まってずっと 5V で最後 5 で終わるみたいな感じだね。だからここまでいけますかね。 4V はもう分かりますね。で、次の段は V から始まって 5V が終わって最後5。そこまで頑張っていけますか？で、次また 6V の時に大きさ見ながらやろうと思います。じゃあ頑張ってこのね、7段目の終わりまで頑張ってきてください。はい、じゃあね、ぐるーっとやってきました。多分ね、こう、私のだけ穴開くんですって言ってた人、もしかしたら YouTube の人がこうして撮ってたら隙間見えないけど、本当やったらこうしたらほら、あるんですよ。こうして見えてないだけで多分あるんじゃないんかなと思うんですけど、それかこの目の間を取っていってね、もうちょっと隙間なくしてるかとかじゃないかなと思うんですけど、ごめんなさいね、動画見てないから全然わからないんですけど。はい、そしたら今ね、7段目まで終わりました。じゃあもう次からなんですけど、これをねあと見てもらって、で好きな段まで編んでもらったらどうかなと思うんです。アニモは半分になるぐらいまで編むかな、半分になるぐらいまで編むかな、玉がね、残りの玉が半分になるぐらいまで編むかなって感じです。もう一回立ち上がりやっときます。今ここに編んで、ここにあるこのちっちゃいのですね、このちっちゃいのは引き抜いた子、その上におるこの子とこの子、わかりますね、この子が立ち上がり、
で、ここが頭なんです。最初にもう部位入れたので、もうギュギュに入ってるから、最初の頭、こことここ、部位の子の一つ目。この子に頭に針を入れて、引き抜いて、そしたら引き締める。で、鎖一つで立ち上がって、最初の頭、ここですね。ここで次はこの 2V から 6V、6V、6V、最後4って感じですね。見えますかね？ちょっともう、慌ててザーって書いたから、ちょっと、汚らしいんですけど、汚らしい言うてね、あれなんですけど、よかったらこの辺見てね、好きなとこまでやってきてもらうか、まあ自分の分かるようなところでやってきてもらうか、何やったら糸まだまだあんねんっていう人やったら、アニモが出してる円の、しっかりした円の編み方、トップガンにこうグレーの円が2つついてるようなやつやと思うんです。裏表写してるやつなんですけど、それでやってきた方がごっついしっかりするとは思います。アニモはもうね、糸が少ないから諦めて、最終プラ底板入れたらええかなと思ってるので、頭2本取っていってるんですけど、まあ、好きなようにね、これやってきてもらったらいいと思います。ね、何段まで行くかな。はい、ここまで。ここまで。14段目まで編んできました。12V のとこです。全部で84目になってます。それでね、横から見てわかる？私、帽子作りやん違うのよ。こうね、なるんです。必ず。なるんです。で、これを、スチームアイロンでね、一旦伸ばしていきます。で、そこからサイドをね、やっていきたいと思います。今、ざっとね、この横幅測ったら17センチぐらいになってるので、このまま大きくしていったらいいかなと思ってるのでね、このままやっていきたいと思います。で、アニモの場合だったら、スチームアイロンはね、裏側は、もう、ほんまよろしくないと思うのよ。アニモ流よ。アイロン当てちゃいます。普通に、生地に、裏から。で、冷めたら、表向けて、それこそ表は2、3センチ離して、蒸気をふーっと当てて、冷めるまで置いとくって感じになります。で、あとね、もう、ほどいて、糸がくねくねで弱いねんって言ったら、まあ、開いていくのも出ないんやけど、結局開いていくぐらいやったら、アイロンでぐーっと伸ばしてもいいですよ。これもアニモさっきね、一周先行った後に、と思って一旦ほどいて、くねくねになってた糸を、だーっとアイロン当てて、こんな感じで、結構しっかりしてパリッとしてます。だからまあ、面倒じゃなかったら、もうどうせアイロン出してきてね、アイロンかけるぐらいやったら、もしほどいた人とかやったら、こう、アイロン当てた方が、まあ強くって、その後も編みやすいかもやね。じゃあちょっと一旦ね、この帽子みたいになってるこんなくねくねちゃんをアイロン当てていきたいと思います。はい、じゃあ、アイロン当ててきました。もうね、裏側はね、ぐーっとアイロン当てちゃって。で、表側は浮かしてね、蒸気スーッと当てた感じです。で、まあね、目はね、やっぱりこう、編んだら編んだなりの、そんなにこう、なんちゅうの？むっちゃギチギチになってるやつがゆるゆるに戻るかとか、ゆるゆるに編んだやつが普通の他の目と揃うかって言ったら、そんなことはないですよ。自分が編んだら編んだなりの目になります。ただ、そのほら、もうこんなせんべいみたいにまっすぐにはできます。もうほんまにね、波打ってないです。せんべいみたいです。で、この状態で、アイロンで伸ばしてもね、やっぱり横幅は17センチになってるんじゃないかな。うん、17センチになってます。なんか17センチで、今から立ち上がってね、バッグを作っていこうと思います。で、側面編んでいくんですけど、今の状態で穴って言ってるのが、こういう穴なんかな。こう、なんちゅうの？裏透けてるでしょ？指までは透けないけど、ほら、指ま、そここうやってんのよ。こうやってるけど、そこまでそんなに透けないね。この隙間を言ってるんやったら、これは普通ですよ。大丈夫です。で、ね、質問でわざわざ質問くれてるから、ずっと考えてたんやけど、どういう隙間なんでしょうか。こういう隙間やったら気にしないでください。これが普通です。なので、多分画像ってね、肉眼で見るより隙間が見えてないんですよ。兄も今肉眼でこれ見たら隙間見えてますよ。で画像で見たらそうも見えてないんですよ。それから気にせんと、編んでる人も多分隙間空いてると思います。大丈夫。ね。なまあこれで、今からね、側面を編んでいきましょう。さっき側面一段ね、頭2本を取ってぐるーっとやっていったら丸まってくるじゃない？いや、丸いのも可愛いかなと思ったけど、せっかくパリッとせんべいみたいにしたから、やっぱり側面パキッと立ち上がらせようかなと思ってます。で、一旦編んだやつを、こう焼きそばみたいに、ほどいたら焼きそばみたいになってるやつ。アイロンでね、グッと押して、ブーンって動かして、で、そのアイロンごとスライドして、また次の子ブーンってアイロンして、スライドしてって言って、アイロン一周グーッと来ました。で、ねじれも直さずね、もうグーグーアイロン着てみました。なんかもうこの辺でちょっとねじれたままぺったんこになってたりとか、まあこういう感じ。
とかはあるけど、全然いけました一段分。もうねじれを気にしないのであればね。どっちみち編んでいたらまたねじれたりするから、こういうとこなんかすごいねじれとんのに、もうそのままアイロンかけたって感じです。だから気にしなかったらもうねじれも直さずグググググいったらいいし、気になる人はねじれ直しながらね、あのアイロンかけたらいいと思います。よいしょ。これ最初の今頭に引き抜いてるとこだけど、この辺もほら、この辺ちょっとやっぱりね、この辺アイロン当て忘れてるわ。だからちょっと弱い、ほどいてる分ね、このアイロンしてるとこからパリッとしてます。ここはまあもう見んかったことにしようね。はい、まず鎖編み一つで立ち上がります。でまさきね、あの一つ目に引き抜いてたとこだから、鎖編み一つで立ち上がって、普通だったらこの頭2本を取るんだけど、頭2本じゃなくて向こう側1本ですか。頭2本ってここ頭2本やね。頭2本じゃなくって向こう側の1本だけ、向こう側半目だけに細編みします。次の目にも向こう側半目だけ、次も向こう側半目、全部の目にね、向こう側半目に細編みをしていきます。で、この段で全部で84目だから、全部でね84回ずっと細編みを向こう側半目にしていきますよ。いけますかね。もう簡単やね。向こう側半目に細編みばっかり。はい。そうしたら向こう側半目にしてきたら、ずーっと手前側の一本が残ってきて、パキッとね、ここで折れ曲がるようになるから、頑張って。じゃあ一段ね、ぐるーっと行ってください。はい、じゃあ一周ぐるーっと回ってきて、最後一つですね。ここも向こう側半目に細編みです。そしたら最初の頭に引き抜きます。わからない人はね、毎段ちゃんとリングしてくださいよ。はい。そしたら、鎖一つで立ち上がります。はい。で、最初ですね。最初の頭。頭二本のところね。最初の頭二本のところに、まず細編みです。それができたら、次の目。次の目、ここだけど、ここじゃなくて、一段下。この頭の足ってこのちょっと左下ら辺にいるこの V で、 V が入ってるところです。入ってる根元、今ここ細編み、次の目の足の入ってるところ、ここ、この根元に針を入れて細編み。この時しっかり糸を引っ張り出してきてください。でこの下と針とが平行になるぐらいまでね、しっかりよちょ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 しっかり引っ張り出してきて、かけて抜く細編みね。で、次は普通に頭に細編み。その次は一段下を拾って。頭じゃなくて一段下を拾って細編み。これを繰り返します。次は普通に頭2本に細編み。その次は一段下、細編みの根元に細編み。ちょっと長い細編みやね、一段下を拾うときはね。これをずっと繰り返していきます。普通に頭2本のとこに細編みで、一段下に細編みで、この一番最初模様を始めるときに普通にここ普通の細編みから始めたから、最後のときは一段下の細編みになります。まあ、そこまでね、ぐるっと一旦普通の細編み、一段下の細編みを一つずつね、交代交代にぐるーっと編んできてください。はい、じゃあ今終わりのあと一目残したところで、その前普通の細編みしました。で一番最後のところは一段下のところで細編みね。オフのオフ、よいしょ、高さ合わせて細編み。そしたらこれ一段下の細編みしたね。で、一番最初の頭に引き抜きます。今さっき何で終わったか覚えてますか？ボケ防止クイズちゃうよ。今さっきは一段下の細編みで終わった。一段下の細編みで終わった次、鎖編み一つで立ち上がって、一段下で終わった次、始まりは一段下からです。このここ。ね、この頭じゃなくて一段下、この細編みが、の足が入ってるここ。ここに細編みです。はい。
じゃあ次、大きい細編みの上にある頭。ここには普通の細編み。次、この頭の下にあるちっちゃい足の下。ここに大きい細編み。で、次、普通に頭に細編み。次、一段下。次、普通に細編み。次、一段下。次、普通に細編み。これを繰り返します。で、もうわかると思うんだけど、このままずーっとね、今一段下から始まったでしょ？で、ずーっと終わったら普通に、最後は普通の頭を拾って細編み。なら次の段は普通に細編みから始まる。これの2段目と一緒。今これ3段目ね。2段目、3段目の繰り返しです。それで、ちょっとね、そこがいいぐらいになるまで何段か繰り返して編んでこようと思います。今から2段目と3段目のこの繰り返しですよ。じゃあ、一旦ね、自分が思うような好きな幅まで編んできてもらったらいいと思います。はい。じゃあね、サイドを7段編んできました。こんな感じ。このなんかちょっとバスケットの下部分に見せかけようとしてこんなことしてますけど。まあ、ここでね、糸があとこれだけあってずっと編んでいきよったんやけど、まあ、一周いけなかったっていう。なんかこれだけ残ってももったいないから、またね、小物、ピアスとかにしたらいいんじゃないかなと思います。リング買ってきてそこに細編み編みつけてね、ちょっとシャシャシャ出したって、みたいな。知らんけど、そんなんどうかなと思ってますよ。で、一旦ここまでが17センチやね。そこは17センチの高さ、側面の高さが 4.5 センチ。お方 4.5 センチやね。ぐらいになったんですけど、これで一玉終わりました。だからサイド一、あと一玉半、黒が半玉と、もう一つね、可愛い色が一玉なんですけど、本当やったら模様入れていこうと思ってたんですよ。黒で模様入れてって思ってたんやけど、半玉でね、もう半玉で多分ここまでしか来なかったから、多分模様無理やなと思って、ちょっとまた違うのを次回考えていって、あと残りの一玉半でね、どうにかこうにかバッグに仕上げていきたいと思います。なので、今日はね、ここまでになりますけど、はい。それじゃあまた次回までお待ちください。今日も長い間ご視聴ありがとうございました。